二三四。なんだ。でもこれすげえシュール。すげえシュール。いや本当に楽屋でやってるんですけど、5分間やるとここルーさん、ルーさん何ダメージを負ってる。結構ハードな体操なのかなこれ。かなり、すごいですよ。めちゃめちゃもうパンパンになるんですけど、体すごいほぐれるし、腕も鍛えられるし、おすすめですねこれはね。これぜひ、女性の方で、くびれたい人とか、くびれもできるんですか。ここいいですよマジで、あよしやろうってみんななってますから。ぜひ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 。これなんか体操の名前とかないんですか。ないんですよね。今度つけます。なんかつけましょう。なんかその、妖艶ポルカ的な素敵な体操のタイトルをね。あ、じゃあそれに合う曲とかももしあったら作っていただいてね。テンテレレテチーテンテレレテチー。ありがとうございます。無茶振りすいませんでございましたけれども、ということをね、お二人はやっているということでございました。さあそれではね、メールもねいろいろありますので、こちら宮城県の15歳のさっちゃんから、風見さんに質問なのですが、はい、ピアノの練習を続ける方法とかありますか。続ける方法ですか。ピアノの練習を続ける方法、まあ、ぶっちゃけなんか嫌になりますよね練習とかって。俺もぶっちゃけ練習って好きじゃなくて、なんかこう決められたことをこう淡々とこうやるのがすごい苦手なんですよ。だからすぐ飽きちゃうから。俺もピアノをすごい好きになったのって、やっぱ習い事感覚を捨ててから、なんか自分のペースで好きなようにやれるようになってからだったんで、なんかやらなきゃやらなきゃって思うと多分できなくなると思うんですよね。やらされてる感だとちょっと詰まっちゃうけど、自分からやってるんだよというね、楽しんでやってるんだよっていう気持ちを持ってと。そうかね。あ、共感しましたね急に。ルー様もわかります。やはりバイオリンとか続ける秘訣あるんですか。小さい頃からピアノやってて、やっぱりそうです。自分の好きな曲しか弾かなくなりました。好きな曲を弾くのはいいかもしれないですね。だから絶対自分の教材は自分で選んでました。じゃあルー様はそのちっちゃい頃好きな曲で何弾いてたんですか。ショパンが好きでした。やらされるタイプの曲じゃない。そうそれ自分でおのずからやりたくなっちゃったの。さすがですルー様。ショパンやりたく渋いって言ってますけども、すごいですね。というアドバイスでございました。さあそれではここで、曲をいきたいと思いますけど、続いてはじゃあエースさんの曲、はい、いきたいと思いますので、ルー様曲紹介お願いします。エースでシャングリラ。エースさんのシャングリラでございました。はい、感想なんかも書いちゃって、ハチハチハチ。はい、ギリッチョ感想書いて、ギリッチョ感想赤でいんの、赤で書いて、いるんでしょう、いるなら書きなさいよ。ただね、もう来場者数が多いんで、もしかしてコメントが反映されてない場合もね。あ、このキャンプファイヤーに混ざっていいですかって来てます。赤文字でやるって書いてたから今のじゃないですか。このキャンプファイヤーに混ざっていいですかって、多分夕霧さんから来ました。はい
はい、いつでも立山で待ってます。はい、ということでございましたよ。よろしくお願いします。さあ、ここからはですね、ティットイクラシカのお二人に、はい、初めて買った CD ですとか、何をきっかけで音楽を始めたのかなど、ご自身のルーツ、先ほどもちらっと出ましたけど、こちらを伺ってまいります。題してティントイクラシカ V ルーツです。はい、じゃあ、まずはルー様から聞きたいと思いますけれども、はい、そもそもこれバイオリンとかいつぐらいに始めたんですか？これは今秘密にしてます。あ、秘密にしてるんですね、うん、なぜだ。ただ最初がピアノであ、最初はピアノだったんです、ね、でなぜかちょっとバイオリンがお家にあってバイオリンがお家にある家庭あの、洗剤じゃないんですから。え、石鹸とかシャンプーとかじゃないですから。なんか楽器がいっぱいあるんですよ、僕。楽器屋さん家庭。楽器屋さんではないですね。だけどすごいですね、あって。それで触ってたら弾けてました。なんだそれなんだそれ、こんなツッコミ出ちゃいますよ。なかなかね、あんな遊びのツッコミ出ないですよ。なんだそれすげえ。ピアノは習ってたってことですね。ピアノはずっと。いつぐらいからですか？小学校の時からです。小学校の時から。じゃあもう音楽に囲まれて育ってたわけですね、うん、はい。で、そのビジュアル系の音楽に入っていくっていう。ビジュアル系は、はい、最初は XJAPAN 様でした。様から YOSHIKI 様。それを人かっこいい、テレビとかで見て、うん、なんか CD 買ってもジャケットにさ、メンバーさんいるのに一人だけなんかバラいないんですよね、うん、とか、うん、ありましたね。ありましたね。それがちょっと心打たれて、うん、じゃあまあ YOSHIKI さんルックスにちょっと憧れたみたいなところですか、というかスタイルというか。そうですね。なるほど。生き方というか、かっこいいなと思って。初めて買った CD とか覚えてます？それは多分幼稚園の演歌とか。演歌？あれ、いろいろちょっとなんか、なんなんですか？引き出し多すぎやしませんか？演歌を聴いてたんですか？演歌っていうのは、演の効果。あ、こう、学校、効果みたいな、演歌。あの、その、幼稚園の演の歌で、演歌。あ、そういうのがあるんですか？はい。え、言うよね。みんな言うよね。それちょっと、クラシック用語？そう、こっち、その歌の方ね。その歌で、演歌。え、何が入ってるんですか、これ。何の歌が入ってるんですか、この CD は。その幼稚園の演歌が入ってます。あ、幼稚園で出してる CD なんですか、それ。どんな幼稚園行ってんの。CD 出してる幼稚園なんてなかなかないですよ。すごいとこでしょ、じゃあ。日本？それ日本ですか？日本です。ちょっとなんか聞けば聞くほどなんかいろんな不思議なことが出てきちゃって、ですありがとうございます。まあ来週も S さんゲストなんで、またその時にね、いろいろ聞こうかなと思いますけれども。さあ、じゃあ、カザミンのルーツは、はい、そうですね、僕、小学校の時の先生が、音楽の先生がすっごい人だったんですよ、音楽の先生が、はい、で、僕、曲作り始めたのが小4だったんですけど、いや、でも言ってももうなんかもうすごい適当な感じだったんですけど、うん、こういう曲ちょっと作ったんですけどって言ったら、その先生がすっごい、なんていうんですか、指導してくれてっていうか、その作曲理論とか、これ小4に、小4にで、これこうだよとか、こうしたらメロってキャッチーなんだよとか、こういうなんだろう、響きがあって、ここでこうやって終わると曲っぽいでしょとか。それじゃあもう先生が多分そのカザミンの才能というか、いやいや、そういうのをちょっと分かって。男の先生ですか、女の先生ですか？あ、男の先生も女の先生も2人いたんですけど、2人いて、2人とも作曲の、まあ、プロで、先生でありながら、ありながらで、すっごい本当教えてくれて、でもそのすごい厳しかったんですけど、学校の普通の小学校の先生、普通の公立、普通に町の普通に小学校です。運命ってあるんですね、ルー様ね。で、好きになっちゃったんですよ、そこで曲作ることが。じゃあこの先生たちのおかげですね。いや、本当に先生、吉田先生。違います。あ、違う違う違う先生、はい、ありがとうございますと。そうなんです。僕が通ってた高校の先生、オカマでしたけど。何そんなエピソード、いらないよそんなエピソードいらないの。それでなんか自分でインスパイアされたとかあるんですか？いや、ないないでしょ音楽の先生ね。でもその人にすごくいろいろ教わって。ない、変な感じになっちゃう、教わったら。オカマ、音楽ね、音楽ね、音楽をね。ありがとうございます。はい、もうやめます。さあ、ということでございまして、そろそろですね、ティントイクラシカのお二人とお別れの時間に近づいてまいりましたけど、最後にですね